T 先輩です。ノクターン。T 子だよ、ノクターン。なんかお久しぶりです。マリアちゃんお帰り。ただいまです。今回装備はこんな感じで。そういえばソニックブーツが新しいかな。前回はなかったよね。これ、ウィングブーツより少し早い上に、ステータスまで上がる優れものです。素晴らしい靴ね。さあ、準備はいいですか？行きますよ。久々にフリーズを見たわ。なんかドキドキしてきました。よろしく。マリアは久しぶり。アルカードとはなんか操作感が違うな。そう？気のせいでしょうか。さあ、今回こそクリア目指して、というかまずはデスゲッハを目指して頑張っていこうと思います。デスすら倒せてないからね。月下の方でデスを倒してきましたから、旅行演習はバッチリです。いや全然違うから。ここまでノーダメで来れました。幸先いいぞ。まあ期待してるからね。頑張ります。さあ来い。何を送って差し上げますよ。本当だ。まあ大コウモリくらいは。お、倒せた。割と合理化できてるわね。動きに無駄がないように頑張ってます。細かく言えば無駄が多いけどね。まあいいんですよ。ここまでは順調です。肉はどうしようかな。まあ取らずに進みましょうか。全回復してるしね。ここが最初の難関。ここをうまく抜けられるとうまくいきそうな予感が。セッター、うわぁ、もう食らっちゃったわね。狭い場所だと声優が消えちゃうんです。それを計算してるのよ。頭のいいコースです。倒すことにしたんだね。なるべく安全に進みます。これが最後のプレイだと思って。最後のプレイ？そのぐらいの気持ちで進んでます。もうこれ以上頑張れる気がしませんから。そう言いながらあまりマリアでは、プレイしてなかったじゃない？一瞬に忘れようとしてました。ただ、逆にそのくらいの方が、新たな気持ちで挑戦できるかなと思って。で、どうなのよ。実際今のところ悪くないです。あ、また消えた。これ困るな。 MP 回復も遅めだしね。カオスリングをつけてませんからね。これが吉と出るか凶と出るか。凶と出なければいいけど。これで回復はいりませんね。ただ、MP がない。やはり回復が遅いのがネックのようね。多少困る場面もありますが、全体のステータスを上げていると、楽なのも事実です。回復するの。ケチらずに行くことにしました。これで完璧。スタート時と同じになったね。ここからが大事ですよ。そうね、頑張って。
念のためのバリアを出しておいて、スケルトンにそのまま当てて、倒しきれずにちょっと焦って、安全に進みますよ。うん、焦ってるみたいね。いい感じ。こいつはスルー。確実に倒していきます。いいじゃない。あれ、どうしたのよ。一度でないと焦って、さらにでない悪循環。もう指がプルプルです。指がプリプリみたいに言わないで。オッケーです。この子はスルーでいいかな。よし、ミイラッタオです。ハトで41ダメージは大きいね。これもステータス重視にしたおかげです。歌がすり抜けるのよね。ヒット制限の落とし穴です。なんか意味が違うのに、なんとなく合ってる気がする。ノーダメじゃない。ここで回復しなくていいのはすごい。やるじゃない。え、ちょ、もう焦りすぎだから。結局回復することになっちゃった。まったく。でも本がそばでよかったね。ここからは気を引き締めて、もうデスを倒すまでは拠点がないですから。そうね、回復は置いてある肉だけだね。その肉も置いてあるというより隠されてますけど。まあね、また食らってるけど。思った以上にダメージが低くて助かりました。骨も食らってるけど。今、素でこのやろって言っちゃった。あの骨に当たるのは珍しいからね。せっかく回復したのに。まあでも、まだ肉でなんとかなる範囲です。なんと言っても伝説の肉だからね。唯一の気持ちいいゾーン。よし、あとは入り口のあいつ。ここをうまく抜けられれば。めっちゃうまい。今集中力が半端ないです。よし、残り1体。動き出したらまずい。は？ちょ、一気に減ったわね。こんなはずでは。さっきより減ってる。ここは何としてもノーダメで一体。うは？こりゃダメだ。もう一度言いますよ。こんなはずでは。そんな真顔で言われても。とにかく頑張ってよ。応援してるから。はい。ハトのダメージが大きいのがほんと助かる。これだけでも十分戦っていけます。決まった。うわぁ。一度ペースを崩すと。そうなるわけね。ふう、飲み男を自由にさせるとやばい。むしろ飲み男を優先した方がいいね。
だけど、もう諦めの気持ちが強いです。まあわかるけどさ、それでも奇跡を信じてるよ。その優しさに涙が止まりません。とにかく安全に、時間をかけてでも慎重に行きます。それが結局一番いいのよね。こいつも絶対倒しておいた方がいい。そうだね、その調子だよ。よし、1個目の肉。これでそっちはなくなったかな。そしてすぐここに2個目。ほんとすぐだね。うん、ちょっと足りなかったけど、十分です。あとはデス前に1個あるだけかな。意地でも食らわないようにしないとね。慎重に行きます。ここを倒しておいたおかげで楽に進める。意外にアーマーから食らっちゃうんだよな。遅いからって油断しちゃうのね。よし、もうちょっと。まずは先に倒しておこう。やっぱりメディウサ地帯で戦うの。もちろんそれも視野に入れてます。最初はできる限りデスの部屋で戦って、無理そうならこちらに出てきます。その時のために肉は残しておこう。いい選択かもね。よし、そこそこ MP も節約できてる。万全とまではいきませんか。十分の状態です。今度こそ頑張って。デスに攻撃するよりも、この先自分が逃げるところの釜を消すのを優先してます。それがいいわね。しまった、落ちる気なかったのに。とにかくデスの後ろに回るようにして、ひたすら釜を消します。デスには流れ弾のように、たまたま攻撃が当たっちゃったぐらいの気持ちで。まあそれくらいの方がいいのかもね。釜がほんといやらしい。くそ？いよいよ。もうちょっとここで耐えてみます。強すぎる。まるでクリアしたかのように喜んでる。そうか、まだラスボスがいるんだ。そうだよ、せっかくデスが倒せたんだし、このまま頑張ってクリアしちゃって。確かにちょっと不具合で一瞬止まりましたが、それにもめげずに頑張ります。もう一度デスが倒せる気がしませんから。そうだよね、とにかくこの勢いのまま行きたいね。
ここも初見の時は絶望を味わいましたが、今は大コウモリごときって思えてます。デスを倒せたからね。こんなところで死にたくないですからね。こいつらさえ倒せば。めっちゃ食らうじゃん。いいんです、そこに肉があるし。何よりここから拠点に戻れるんですよ。そういえばそうだったね。なんて素晴らしいんだ。これでまたスタート時の状態に戻れる。完璧。上へ参ります。ふう、ドキドキしてきた。ちょは、やめてー。なんで、どうして。せっかく回復してきたのに。ふう、もういいや、このまま行っちゃえ。え、大丈夫。マリアでの初入室。いよいよね。よーし、このバトルカットなし倍速なしでお届けします。長い戦いになりますが、その白熱っぷりをお楽しみください。炎はちゃんと避けられてるね。ここ、実質墓地カード依頼だけど、うまく対応できてますね。自分でもびっくりです。あ、そうやって油断するとすぐこうなる。思ったよりも一発早くジャンプ。おお、すごくがいいダメージ。2回当たれば100以上だね。元のダメージも声優より大きい。あれ、なんで2回当たらない。距離が問題ね。近くに出てくれ。後ろじゃなくて。出た、高速ムーンウォーク。まったく恐ろしい。うは、2回当たらずに、むしろこっちが当たる。もう回復はないよ。この上、変身をまだ残してるのか。絶望するわね。地道にやるしかない。スザクの距離感が難しいなぁ。ついに残り10分を切ったよ。やった、ついにここまで来た。最終決戦ね。こいつさえ倒せば。頑張って。
このタックルだけは食らってはいけない。ナッコウは一回しか当たらないのか。顔が高いからね。じゃあやっぱりハとかスザクがいいか。遠くなら声優もね。ダメージ的にはスザクが一番。慎重に戦ってるね。タックルだけは食らわないようにしてます。なんかでも安定してるね。第一形態よりむしろ楽かも。予備動作が大きいし。ふう、いつでも一撃死の恐怖がありますけどね。デス戦でいい感じに麻痺してます。くぅ、もう時間も厳しくなってきたな。時間切れでアウトはきついわね。もしそんなことになったら泣きます。この炎で一瞬胸がキュッとなる。神経使うのね。さすが強い。ハラハラするなぁ。そろそろ時間もやばいぞ。時間との戦いになってきたね。やったわね。ありがとう。ジェイコさん？涙。くぅ、このポーズが見れて嬉しい。ふぅ、感無量です。おめでとう。はぁ、ついにクリアできました。やっぱりデスが鬼門でしたね。デスさえ倒せればクリアできたのね。それにしても嬉しい。24分を超える激闘。最後までご視聴ありがとうございました。以上でマリア編は終了です。え、そうなの？まあ一応。最初の目標は達成しましたし。そうか。ということで、またゴチカードの出番です。よろしく。え、何あれ？強持毒で HP1 のままプレイです。何それ？終わってる。私機これでハート6章をクリアしたとき、私の HD 実況も終わりを告げます。え、マジ？
今のところそう考えてます。ということでまた次回をお楽しみに。ノクターン、また見てね。ノクターン、あ、やられてる。